はい、皆さんどうもお疲れ様です。秀政です。今日はねヘッドスパ体感してこようかなと思っております。はい、それでは今回もよろしくお願いいたします。はい、今ね C の93出口というところを上がってきました。はい、このままねこの出口を出てすぐのところにお店はございます。はい、ではね今から行ってみたいと思います。はい、今お店の方に到着しました。お店はここになります。はい、ノードさんです。はい、ノードさん、はい、こちらの方でね今からヘッドスパの方を体感していきたいと思います。はい、受付を済ませまして、アイスコーヒーいかがですかということでアイスコーヒーをいただきました。美味しかったです。はい、こちらはねメニュー表になります。いろんなねコースがありますけども、今回はヘッドスパの方で予約をさせていただきました。はい、美容系ですか？特に美容系というわけではないんですけど、はい、最近ヘッドスパの動画を上げられていた方が多くて、はいはい、それで自分もやってみようかなと。あ、そうなんですね。はい、サンサンヘッドスパ施術していただいております。なんかすごい気持ちいいです。マッサージからということでね、はい、今マッサージしていただいております。いやー、まあ緊張します。はい、久しぶりヘッドスパはね以前あるんですけども、やったことは久しぶりにヘッドスパしております。はい、この後ねシャンプーしていただけるということで、すごい気持ちいいですね。やっぱ緊張しております。はい、マスクをしながら撮影の方をねさせていただいておりますけども、いや、やっぱヘッドスパって流行りっていうか、なんか癒し系ですよね。すごく気持ちいいです、うん、あ、ものすごくいい感じです。他の引き締め効果とかもありますし、まあ、眼性疲労とか特に変身系の仕事の方って肩凝りやすかったりとか押しやすいと思うので、マッサージっていうのはこまめにしてやってあげる方がいいですよね。ああ、そうなんですね。効果あるので、もちろんお仕事の幅とかも集中してできるようになったりとかもするので、いいっていう部分とかでもおすすめをさせていただいてますね。これはもう普段ね仕事で疲れてるところを、まあ、これでリラックゼーションといいますかね、して、はい、うん、すっきりしますもんね。そうですね、その日は結構ゆっくり寝れたりとか、はい、っていうお声とかをいただけたりしますね。まあ、いろんなお店をね、やっぱ見てたんですけど、ヘッドスパで検索をすると結構いっぱいお店が出てきましてね。そうですよね。はい、ものすごく多いんだなっていう、うん、あ、専門でやられてるとことかも、専門も結構ありますし、はい、まあ、普通にこう軽くこういった形とかで、はい、その、まあ、20分とか40分とかで結構マッサージ、髪の毛切った後に合わせてっていうことも結構最近増えてはいますね。ああ、そうなんですね。はい、ドライヘッドスパという形でシャンプー台ではなくてお席でのマッサージとかが結構多かったりするので、ドライですね、まあ、要はその洗わないというか。あ、そうです、そうです、はい、もうそのまま、マッサージという形ですね。あ、そうです、ね、あ、多かったりするので、美容室ならではもありますね、こういうお席ではなく、こういうシャンプー台というかマッサージルームでのマッサージっていうのは、そうですよね。もう結構キャリアは長いんですか？いや、まだ2年目です。ああ、そうなんですね。1年半ぐらいですか？去年の4月入社なので。ああ、そうなんですね。やっぱりこう
まあ、練習とかされてっていう感じですよね。あ、すごい気持ちいいです。首筋の方もやっていただけるんですね。お首も凝りやすかったりするので、大体もう皆さん頭凝ってるともちろん首とかも凝るの、全部頭ほぐしちゃうともう全部首も肩も結構楽にはなってくるので、頭は結構大切ですね。そうですね。 あれですよね、まあ、美容意識が高まってるというか、男性のお客様もこうなんていうんですかね、こうスパをやられたりとか。意外と男性の方が良かったりします。そうなんですね。仕事終わりにされてるかリラックスしたいからもう来ましたみたいな。まあ普通に、まあ、髪の毛のお悩みとか頭皮のお悩みある方とかは、まあ、それちょっと改善するためにされてたりとかもあります。あ、そうなんですね。マッサージしてもらってすっきりした後に、こう僕なんかお酒が好きなんで、うん、まあ、結構ちょっとこう飲みに行ったりとか、はい、すごいそういうの気持ちいいかなと、うん、そうですね。リラックスされるできるメニューなんて何でも、もうその後は、耳のあたりとかすごい気持ちいいです。ピンカーをちょっと流してるので、うん、顔周りは特にローサイズ捕まりやすいので、しっかり流してあげるだけでも顔色良くなったりとか、肌の調子良くなったり、お顔周りが引き締まったりっていう効果もありますね。流していきますね。はい、今さっきのマッサージジェルでちょっとクレンジングが終わっている状態なので、これでクレンジングで浮かしている皮脂汚れなど全部流していきます。あ、はい。ということでね、今の施術の方していただきました。はい、今終わりました。はい、最後ね、スタイリングワックスもかけていただきましてね、つけていただきまして、今終了いたしました。はい、非常にね、ヘッドスパ気持ちよかったです。はい、またね、これはまあ、癒しといいますかね、うん、頭も軽くなったような感じもしますし、いい内容だったです。はい、ということでありがとうございました。はい。またね、次回の動画でお会いできたらと思います。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。